ピクミン4実況を本日もやっていきたいと思います。期間が空きすぎた。ちょっと期間が空きすぎてマジで何も覚えてないぞ。とりあえず、最後のステージっていうのは覚えてる。残り何パーセント？名前がね、確か追憶の原生林とかそんな感じの名前だった。で、今 59% でしょ？だから、あと 41% なわけだ。あと 41% を残してしばらくちょっと実況動画撮れてなかったので、クリアします。今日クリアできるかはわかりませんが、クリア目指して進みます。ちょっと久しぶりすぎるからさ、オッチンを強化できるかどうかもわかんない。強化できるんだったら強化したい。もうコンプリートしたんだっけ？あ、コンプリートしたんだ。そう。で、無限突進っていうやばいやつが生まれて、ただこれを得るためには、オッチのやる気が足りないと。オッケー？よし、行きますか。うわ、ちょっと自信ないな。操作方法覚えてるかな？探索行きましょう。俺ちゃんと録画撮れてるよな。もうそれすら心配だわ。よし、行こう。はい、到着しました。で、最初にピクミンを引き出すと。オーケー。もうステージがどうなってるかとか、どこに何があるかなんてものは、当たり前に覚えてないので、もうオッチに頼りまくります。頼むぜ、オッチン。あっちに行きたいと。あれ、これ、どうやってやるんだっけ？突進だな。おりゃ！ああ、はい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 。オッケー。これで渡れるようになるわけだ。どうやって戻るの？よし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 。これ、羽ピクミンに運んどいてもらうか。来ました。ルイさんいました。スパニエルさんも無事のようです。あ、スパニエルさんって例のスパニエルさんか。さあ、おとなしくするんだ。あ、また逃げた。バンス、オッチン、スパニエル氏の救助を急げ。段取りスタートですか。いいでしょう。最果ての闘技場、スパニエルを救助せよ。なんか難易度書いてなかったね。この後出るのか。段取りレベル5。いや、久しぶりの僕に段取りレベル5はきついって。スパニエルさん、なんてことを。大丈夫だ、葉っぱは生えていない。ドクターの言う通り、光の蜜を飲んでいるからでしょうか。どうやらおとなしくスパニエル氏を引き渡してくれなさそうだな。バンス、オッチン、力ずくでも彼女を救助するんだ。え、消えた。オッケー。オッケー、オッケー。
勝てんのかこれは。果たして勝てるのか。勝てる気がしないけど勝てるのか。でもやるしかないな。ちょっと3回やって未来が見えなければもうちょっと一旦飛ばそう。とりあえずスタートは悪くなかった。ピクミンを増やす、ここは間違ってないはず。よし、これでピクミンがある程度集まったら、やっぱプレミア品をねどんどん引っ張ってこないと。ポイント2倍だから、下手に大きなもの運ぶよりプレミア品をねしっかり運んでいきたい。プレミア品どこだ。なんか王冠みたいなマークついてたんだよな、プレミア品。あれか、今回あのリンゴだね。あ、なんか光ピクミン増えた。よし、足りてるか？足りてるな。うん、これ運びながら5匹。よし、邪魔されないようにね。うわ、邪魔してきてる？大丈夫？大丈夫、数で圧倒してる。オッケー。よし、これはでかいはず。プレミア品ゲット。次のプレミア品はなんだ、あの緑のやつは。みかんか、なんか攻撃されてる。こういうのもね使いながら。爆弾か。これだね。オッケー、運べるかな。よしよしよし、無駄がない無駄がない。カプセル拾えるか。拾えない。よしよしよし、頑張れ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 。いいぞいいぞいいぞ。で、次はプレミア品2つだけど、あー、また小物が。よし、いちごの方が ×3 だから、いちごの方が得点は高いと。うわ、牡蠣もある。あ、牡蠣先やろ、近いから。オッケー、イチゴ持ってかれてるなあ。もう遅いな。待てよ、落ち着いて戻ろう落ち着いて戻ろう拠点に。これ運べる子運んどく。待て、拠点に戻りたい。落ち着いて。逆転爆弾が出現。そうだ、逆転爆弾が結構やばいんだった。ちょっと待って、どこ？逆転爆弾。拠点もどこ？拠点ここだよな。あれ、うちのピクミンどこ？あ、ここうちの拠点じゃない。やばい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 。ああ。
あったあった、うちの拠点。で、逆転爆弾。これが一番やばいから。逆転爆弾どこだ？あった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 、これだ。うわ、飛ばされた。よし、相手の拠点にセンサー爆弾を仕込もう。あれ、逆転爆弾阻止された？待って、ラフランスあるじゃん。ちょっとオッチンにラフランスを。よし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 。ちょっとスコアまだ差があるけど。とりあえず。うわ、逆転爆弾こっち来てんじゃん、これ。これ、うちの子たち、これ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。逆転爆弾持っていけ。いいぞ、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 いいぞ。やれ、やれ、やれ、やれ。よし！オッケー。あれを運ぶんだ。ちょっと暇人集合。ああと7秒、待って、このままいけば、このままいけば、お願い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 、やったー。すごいこのグラフ。逆転爆弾様々だな。いやー、勝てた。絶対無理だと思った。ルイがいなくなった？ルイさん、どこか行っちゃいましたね。さあ、スパニエルさんを救助しましょう。ルイに利用されないようモスも保護した方が良さそうだな。外に出たらレスキューキャンプへ向かうよう私がモスに指示しよう。そんなことができるんですか？一旦外に出てオリマーさんにモスを任せましょう。キャプテンオリマーからモスに話があるそうだ。ちょっとモスが可愛く見えてくるな。モス、私の声が聞こえるかい？私が今いるところがわかるか？モス、ここまで来れるかい？偉いな。すごい、ちゃんとレスキューキャンプまで来れますかね。ああ、大丈夫だ。今日の夜には到着するだろう。リモートでここまで従わせるとは、なんという手腕だ。さあ、バンスさん、オッチン、スパニエルさんの回収お願いします。いやー、一仕事終えましたね。次に向かいましょう。次は？あ、洞窟。大変だな、このゲーム。
激しい戦いが終わったと思ったら次は洞窟か。大変なゲームだな。会えるか。待て、段取りレベル5って書いてあるぞ。切磋琢磨のオアシス。あ、何？あ、段取りかー。またわかったよ。わかったわかった。まあ、逆に今段取り脳になってるから。逆にね。ああ、むずいなあ。あと63ポイント？あと63ポイントか。ああ、間に合うか？間に合わないか？そのナス運び切ったら勝ち。ナス運び切ったら勝ち。いや、無理だな。はぁ。いや、ナス運び切ったとしても多分足りてないな。あと15メダル。いや、でもさすがに次行けばいけるだろうな。よし、頑張ろう。あと5。はい、5回目の挑戦頑張りまーす。
馬上戦力だろ。ナイス。いや、これさすがにいっただろう。いったな。よーし大変だった。何回やったんだ、5回か6回か。あー大変でした。もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。また中に入られても厄介だ。洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。いやーマジで大変だった。過去一大変だったかも。うわ、エリアの調査度 75%。 この葉っぱ人救助したらどうだ、 80% ぐらいいかないか。ちょっと拠点ここに移しちゃうか。いやー大変だったなー、マジで。これで20人目だって。これで一区切りといったところだろうか。これだけやってまだ1日が終わってないっていう衝撃。これ、葉っぱ人を救助しに行くのか？また。え？普通にいるじゃん。こんなことあんの？こんな普通に寝てることあるんだ。確かに最初の頃はそうだったな。もう今は洞窟の中にいるのが当たり前みたいになってるけど。
こって、オッチに入れないとこだよな。あ、そうだよな、そうだよな、そうだよな。前もやった。同じこと前もやった。覚えてる、覚えてる。あ、そうだ。氷ピクミン80匹で凍らすところだな。なんか思い出したよ。ちょっと氷ピクミン増やそっか。今何匹持ってんだろう。スパニエルさんを救助しました。あれ？スパニエルさん。あ、今運んだのか？よかった、スパニエルさん。ありがとう。本当に感謝する。スパニエルを救助した。ついに10位のスパニエル氏を救助したな。オッチンの尻尾について彼女なら何かわかるはずだ。意識が戻ったら話を聞いてみよう。え、さっき普通にこんなとこに人寝てるのって言ってたあの人スパニエルさんだったの？運んでる途中で落としちゃったってこと？ちょっと氷ピクミン増やそう。全部氷ピクミンにしたら80いるな。いけるじゃん。どこだっけ？こうだ。オッケー。これで20匹。あと1匹足りねえな。まあでもじゃあオッチに行くか。あれ？ここまで戻れると。待って、あそこに取り残されてる子がいる。で、オッチンが渡り切ったことを確認して、引き上げると。どう？もう 80% ぐらいいってないかな、調査率。あ、でもまだお宝あんなに取れてないのあるんだ。うわ、意外と落ちてるもんだな。正直もう洞窟には入りたくないんだよね。今日もう洞窟に入りたくないんだ。もう段取りで、段取り段取り段取りでもう僕は疲れ切ってるからね。もう今日は洞窟以外のところを攻めたい。いやー、パーセント残り少ないからもう今日クリアするぞっていう気持ちではいたけどさ。やっぱり洞窟、段取りとか洞窟とかが続くと大変だな。うわっ！出た。千の延べ棒。千の延べ棒ってことは、千。紫ピクミン100人いるってことだ。そういうことだよな。しかも、ここ、檻があるから、オッチンは入れないという。じゃあ、紫ピクミンを集めるってことをしなきゃいけないんだな。オッチーン！オッチーン！オッチーン！いない？あ、ずっとあそこにいるわ。どうやって合流しよう。どこ？ここは。拠点の位置もわかんない。ああ、久しぶりにピクミン歌ってるわ。オッチーン！来ないかな。
来ないね。あそこに鍵があるわ。オッチンの鍵が。ハリアップ、ハリアップ。はぐれてるピクミンは？下に置いてきた？オチンごめんな、一人で待たせて。はい、これで全員揃ってます。あー長い一日が終わったぜ。長かったな、こんなに長い一日めったにない。マジで長かったな。72日目探索結果、2人救出しました。集めたキラキラエネルギーはたったの2つ、幸運のマネキンとワニのフグリ。ワニのフグリ、アボカドだよね。うわっ、調査率 59% から 86%、 もうあと 14% じゃん。スパニエルさんなかなか起きませんね。無理もない、遭難してからおそらく何も食べてなかっただろうしな。おいスパニエル大丈夫か。ベルマンさん待っててください。スパニエルさんが空腹だとしたら。なんだスパニエルは空腹だとあれか、ビッグマムみたいに癇癪を起こすのか。なんだジュー、うむ、そっとしておこう。慌てずとも明日になれば目が覚めるだろう。その後でオッチンを見てもらおうじゃないか。お、スパニエルさん無事でよかったです。ギリギリだったけど助かったわ。お腹が減りすぎてかなり危なかったけど、こうしてまた再会できるとは、よかったのだ。君たちには感謝しかないな。何、我々はやることをしたまでだ。そうね、挨拶はこのくらいにしましょう。大体の話はドクターから聞いてるわ。早速オッチンを見ましょうか。お、これでオッチンの尻尾の理由がわかるのかな。分かっても、この葉っぱは成長するわみたいな感じでピクミンみたいに花になったりすんのかな。オチのお尻かわいいな。尻尾の先が完全に葉っぱになっちゃってるわね。引っこ抜けそうにもないし、葉っぱ人と同じ症状だと思うけど。薬は試してみたの？試したけどダメだったよ。そう、作り方は光の蜜と葉っぱになってない人の細胞だよ。うん、それじゃダメね。飲ませておけば予防できたかもしれないけど、宇宙犬を治すには宇宙犬の細胞が必要よ。あ、なるほど。これでもう一匹いたじゃん。あの子名前なんだっけ？あの緑の子。あの子の細胞があればいけるのかな？あ、そう、モス、モス。一度モスの細胞を元に薬ができないか試してみない？わかった、やってみるよ。治るのか？この子じゃダメか。やっぱり葉っぱになってない犬の細胞がいる。あ、そうか、モスも葉っぱになってんのか。尻尾、そんな犬どこにいるんでしょう。実はモスから細胞を採取するときにこんな日誌が見つかったんだよ。新しい情報。犬の住みか、沼の奥にある大きな岩の近くででかい犬やっと見つけたと思ったら、何か加えてるジュースを持ってたピンクのやつだ。邪魔だからどっか捨ててこよう。え、どういうこと？でかい犬といえば、モスのこと？いや、モスではなくスパニエルさんをさらった犬ではないのか？
そう、でかい犬にさらわれたの私。食事もなくずっと連れ回されたからいつの間にか気を失ってしまったわ。はっきり言ってレディの扱いが全然なっていなかったわね。スパニエルさん、その犬は尻尾が葉っぱになっていましたか？いえ、どこにも葉っぱはなかったわ。毛でモフモフよ。つまりその犬の細胞が手に入ればオッチンを助けられるということか。問題はその犬がどこにいるかですね。モスを保護した今、おそらくルイはその巨大な犬の元へ向かっているだろう。巨大な犬ってどのレベルで巨大なんだろうね。オッチンよりモスの方が巨大ではあるじゃん。でも比較にならないぐらい大きいのかな。ルイの匂いを追えば犬も見つかるかもしれないな。なるほど。では新たなミッションだ。ルイを追って強くの原生林に向かい、巨大な犬の手がかりを探すのだ。アイコピー。手がかりを得た。オチの尻尾を直すには尻尾が葉っぱになっていない犬の細胞が必要なんだよ。ルイと一緒にいる巨大な犬を探してきてね。オッケー。とりあえず今日は、もう、疲れちゃったので、ここまでで終わりです。大変だったから。はい、ここまでで終わりです。まあ、ただ調査率 86% になったので、調査率だけで言うと、あと 14% で、このゲームは完全にクリアできると。ただ、次やることとしては、あの金の延べ棒が、ピクミン1000人分の重さっていうのがあるので、紫ピクミンを100本、1匹集めた方がいいのかなっていうのと、ただ巨大な犬ミッションがスタートしたから、巨大な犬を仲間にすることができたら、ワンチャン巨大な犬で金の延べ棒を運べる説。どうだろうな。なんかさすがにそれは無理なのかな。はい。まあ、次回は紫ピクミン集める、もしくは巨大な犬を見つけて、そいつに運ばせる。この二つを軸にやれたらなと思います。早ければ次回終わるのかな？ピクミン実況。ちょっとまだわかりませんが、今日はここまでで終わりにしたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。日々の努力を怠らないように。バイバイ。